負けない絶対。成田のせがれか、でかくなったな。娘です。もう相変わらずですね、親方様は。まあ私より頼れる男がいないっていうのも事実ですけど、私だって、はあ、なんかいいことないかな。まだまだだな。え、小せえんだよな。ませいぜいいい女になれ。ひどっ。負けない。北条氏康の家臣成田氏長には美しい姫君がいた。名を海姫という。海姫は普通の娘の暮らしを願いつつも、波の男など相手にならぬ武勇を誇り、戦となれば自ら先陣に立って兵を率いた。ある時、関東制覇を狙う上杉謙信が北条領に侵入。氏康は武田信玄と手を結び、謙信を迎え撃つべく出陣を下知した。海姫も家族や家臣を守るために出陣。燃えてきた。第1話、利根川の戦い。絶対負けない。盗賊の武田軍が上杉の横っ腹を突く段取りだ。武田を迎えるため邪魔なもんは取っ払っとけ。謙信の野郎、何様のつもりかしらが。ここまででかい顔されちゃ迷惑だ。その隙で行くぜ。邪魔なもんってこれか。たく、誰が嫌がらせよ。手際がいいじゃねえか。大したもんだ。ここで果てるわけにはまいらぬ。何者だ。大義は我らにある。邪魔をするな。邪魔はどっちよ。酔っ払われたいみたいね。敵を侮ったか。この加熱が未熟者よ。これより北条軍を援護する。行くぞ。戦を長引かせては不利。
敵本陣に向け進軍を。開門、守りを固めろ。じゃあ本陣は任せた。私が敵を食い止める。要は敵を本陣に近づけなきゃいいんでしょ。自分の力量をわきまえなさいよ。すんません。ほらほら、怒った顔じゃ持てないよ。剣心の相手にふさわしいか測って差し上げます。開門、子守の姉ちゃんのお出かけ片付けてやれ。よし、私が行って倒してくる。無理無理、だって私が先に倒しちゃうもん。あんたこそ無理無理、邪魔しないでくれる。おお、なんと武田家氏戦ぶり。カイドロ、お見事。武田家氏って嬉しくないこの言葉だな。おお、味方はここぞ。お見事、楽勝楽勝っと。この窮地いかに出すか。強いよ。ねえ、やめとけば。怖いならそこで見て。
くださいよ。私は行くわ。うわ、鬼の逃走。分身様も道を譲っちゃうかも。誰が鬼よ。あんたには絶対負けない。お見事。まあ、これくらい準備運動やね。この剣心を阻まぬ。でも負けないから。何時が逃走。溺れてね。完璧。本当に剣心さんを追っ払っちゃったよ。何あれって思ってたけど、やるんだあの子。にゃはん。勝ってやる。この乱世の終わりまで。そなたの働き見事だった。カイ殿も素晴らしいご活躍でした。ほーんとすごすぎる活躍だったよね。同じ女とは思えない。へえ、私が雪村様に褒められたのがそんなに悔しいわけ。あー、勘違い。自分がいつも誰にも褒めてもらえないからって。はあ、褒められてます。いつも私の実力で勝ててんのよ、うちは。いるんだよね。ひど。小せえんだよ、ドアホ。だってこの子が。今日で全部終わりか。終わってねえだろ。先は長い、死ぬほどな。何度戦に勝ったところでバカ騒ぎは続かねえ。この乱世の終わりまで、今からどこまでお前らがそうやってアホみてえにキャーキャー騒いでられっか。あの世に行っても見ててやる。